毎日チケット何だっけ、違う、何だっけあれ、毎日チケットを、うん、使うかすごいちょっと迷ったんですよね。もうなんか本当間に合わないなってちょっと思ったんですけど、なんとか間に合いました、よかった、ねえ、ありがとうございます。そうなんか今日確かねショールームで、昨日のショールームでちょっと夜遅くなるかもしれないですって言ってたんで、ちょっとねこんな時間になってしまいましたけども、やっほー、見てくれてありがとうございます今日のね、ツイッター、ドレラの、ツイッターの方に登壇したなんていうんですかね、ああいう登壇した映像っていうんですかね、なんかが載ってたと思うんですよ。なんか短いやつ、あれちょっと一部なんですけど載ってたと思うんですけど、ちょっとね私会場あれだったんで音声ありではちょっとまだ聞いてないんですけど、音声をオフにしては動画見たんですけど、そう、いかがでしたか。なんかあんな感じすごいたくさんなんていうんですか、お客様がいらっしゃって、そう、それでね登壇しました。でもねすごいねちょっと緊張はしたんですけど、でもやっぱり普段の職業柄やっぱ人前に立たせていただくご職業をさせていただいていますので、とても楽しかったですねなんか別にそんなめちゃくちゃ緊張するってことはなく、普通に楽しい、なんかこう普段だったらああいう大勢の前っていうのはファンの人、まあ、自分のことをもうまあ半分ぐらいは基本的知ってるよっていう体でこうなんだろうな、来てくださってる方結構多いからあれなんですけども、今回は本当に知らない方も、私のことなんて本当に知らない人の方がもうほぼ 100% じゃないですか。だからねちょっとねどうかなと思ったんですけど、すごくちょっと私ねまだね音声ありで聞けてないから、どこの場所、あタワーだって、ちょっと待って、推しのゆうさん、ユーリブライヤ、推しのゆうさん、うん、くまさんタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。で、なんかこう挨拶の時に、私全然中国語喋れないんですけど、一応ね挨拶、自己紹介、本当にもうダザハーって言って、私ショールームでも一回言ったことある、ダザハーって、私 AKB スシパー新天ユーリナイって言ったんですよね。ウォーアイシンガポーってちょっとだけ一言っていうか、もう本当に初歩的なものなんですけど、最初に上がった時に呼ばせてくださったら、こう結構お客さんがおーみたいな反応なんかしてくださって、すごく嬉しかったです。そうなんかこう初めてですね、やっぱ発音が難しいから通じなかったらなと思ったんですけど、こう言わせていただいた時にすごいなんかおーみたいなちょっと反応を、その来てくださったお客様が、ちょ熱いな、ちょっと待って熱いしてくださって、ちょっとすごくこれ何ついてんのかな、つけ方わからん、あ、なんだこれ、セッツってことだこれ、あ、なんかよくわかんない、まあいいや。そう、ファーストリアクションをしてくださって、すごくそれがねとても嬉しくてですね、こうまあなんか本当にただの自己紹介一言で、あとは全部日本語だったんですけど、でもそれでもすごくなんて言うんですかね、ファンの人じゃなくて、なんだっけ、お客さんがおーみたいなをしてくださったおかげで、そう、すごく私的にはとても緊張がほぐれた瞬間といいますか、こうなんかやっぱりそのファンの人ですね、あ、だからも口癖なんですね、ファンの人っていうのが、お客さんがそのリアクション、ちょっと何言ってるのか分かんないな、ダメだ、頭が動いてない、そのリアクションのおかげですごい緊張が解けて、とっても楽しい、まあ答えたのは本当に2問3問とかだったんですけど、
すごいとっても楽しく、なんかいつも通りの私って言ったらちょっとあれかもしれないですけど、まあ、いつもよ通りよりかはちょっとちゃんとね、もうちょっときっちりしてたと思うんですけど、きっちりしてたと思うんですけど、いつも通りがねだいぶあれなんであれなんですけど、きっちりしてたと思うんですけど、結構こう普段通りの私、今普段皆さんの前に立たせていただけるような感じで、すごく楽しく、うん、質疑応答、質疑はしないね、応答できたかなって。ちょっとじゃあもう髪の毛がねもうダメだ、もうボサボサできたかなって、個人的にはすごくもうとても楽しかったです。イエーイ。さあ、今日はね結構いろんな、そうすごいねいい感じでね、普通にスルスルだっても楽しかったです。記事とか、記事じゃないな、ツイッターとか、結構なんか私もストーリーとかにこうちょこちょこ載せてたりとかするんですけど、まあどれらのツイッターなんていうの、公式っていうんですかね、ああいうあれには、私結構いいね押してるんですけど、気づいた時に、そなんかこ の近況報告といいますか、 なんて言うんだろう、報告載ってて、そうチェックしてくれてる人はね、なんかこんな感じだったのかなっていうのはちょっとわかるかなっていうふうに思うんですけど、勢いが良くてびっくりしたなって、勢い、何の勢いだろう、そうだね、とってもね、楽しかった、いい経験でしたいい経験でしたね。そうちょっとね、なんかちょっととりあえずツイートパーって見てて、見て、乗ってると思って、とりあえずもうなんかさ、やっぱそういうのさ、いいねとかしとかないとさ、後々さ、なんか私よくさ、このなんか写真とかのやつもとりあえず先いいね押しといて、後でなんかリツイートとかするんですけど、そうそうそう、とりあえずいいね押しとかないとさ、目印ないと探せないじゃないですか、探すのが大変だから、とりあえずねいいねバーって押して、ちょっと皆さんにね、シェアハッピーしたんですけど、やっぱね、でもね、やっぱね、英語、今回スピーチとかほとんどやっぱみんな英語だったんですけど、やっぱりね、英語をね、喋れた方がね、やっぱりいいですねっていうのはすごくやっぱ改めて感じました。やっぱり言葉が、やっぱ私もう本当にジャパニーズオンリーなんで、なんかこう分かる単語で一生懸命理解しようとかしてて、あっち側も方もすごくこう分かりやすい英単語でこう伝えようとすごいしてくださるんですけど、やっぱりね理解やっぱうんってなってこう、ソーリーみたいな感じでなってしまうこともやっぱ多かったね。やっぱね、こうなんか英語でね喋れたらね、だいぶねやっぱ違うんだろうなと思います。もうね、私は基本的にうん、おイエイイエイみたいなそんな感じですね。でもすごいあっちの人もやっぱりノリがとてもいいので、一生懸命こう理解私もしようとして、なんかもうすごい Thank you Thank you みたいな、OK OK OK みたいなOh yeah yeah みたいな、 Hello みたいなやばいですよね。そんな感じでとても楽しく皆さんと交流させていただきました。そう Thank you Thank you って言って、OK OK OK って。そう。でもあっちの方もなんか、なんか例えば写真とか、そのTake a picture OK みたいな、OK OK みたいな、Hello って言って撮って、なんか Thank you みたいな、Nice to meet you みたいな、もう本当に小学生、中学生で習うような英語しか喋れない私なんですけど。そうすごくね、私も結構こう AKB の活動して海外に行かせていただくことってこうあったんですけど、もうほんと大体OKOK みたいな、本当になんか分かってないんですけど、なんかそういうね、やっぱね、そういうのも大切ですよね。やっぱり分かれば一番いいんですけど、でもやっぱりやっぱり自分が分かる単語だけでも頑張って理解しようとして応答することはやっぱり大切だなっていうふうにはね、ちょっと思いましたね。そう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 。
なんか今回もあのいっぱいめちゃくちゃ聞いたのは Take a picture OK? あとはパイジャオパイジャオパイジャオ写真そう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 中国語でパイジャオ写真でも基本的に英語全部英語だったからあれだったんですけどそうそうそう2カ国語ね大体喋れるからそう皆さん英語が英語でスピーチされてたりとかしてたんですけどそう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 パイジャパイジャってあしんどさん今日いなちゃんに会えてよかっただってありがとうございますくまさんとありがとうございますありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。そうあちなみにこれね、これが今日、発売してた、てか新しいやつかな新しい T シャツかなグッズ。あの、私が、あるよ。あの、前の、なんか、あの、インスタの時に載せてた、あの、時間まだあるよね。あとでもうちょっとか。なんかちょっとね時間がないというか時間がない今日ちょっと15分で申し訳ないんですけど終わらそうと思ってすいませんね明日もちょっと朝が早くてちょっともう準備して寝ないといけないねあのチェックアウトの準備もねしないといけないちょっと本当にね急ぎ足で申し訳ないあ明日そうだから明日もショールーム朝ですね朝やります朝あ待ってあ待ってあえあそうか1時間早いからこっちが5時だったらあじゃあそっちは日本は6時かあじゃあいけるオッケーオッケーオッケー、はい、いけるわ後ろだったらやばいなと思ったんだけど朝15分だけちょっとやりたいと思いますそうちょっとねあの明日はもうフライト飛行機乗っちゃって日をまたいでしまうのでもう朝しかする時間がなくてですね本当に申し訳ないんですけどちょっと朝早かったらまあ、皆さんの出勤とマッチしてたら見れるかもしれないですけど、ちょっともしあのタイミング合わなかったら申し訳ないですって感じで。47分まで。あ、もう15分ですね。で今日これが、販売してた、新しい T シャツ、ドレラの T シャツ。で、もう一つはここにドレラって書いてて、バックプリントが、あの、私がインスタで、着てた、あ、明日日曜日か。ちょっと曜日感覚ないですよね、私ね。に着てた、あのやつ。ちょっとね、あのね、あるんでね、ちょっとケース開けば出てくるんだけど。よいしょ。よいしょ。あった。これ。これ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 。これ。これが、なんか前の、その、私がインスタのストーリー、あ、インスタグラムで着させてもらってたりとか。してたこれねこれのモノクロがここにあの3つ並んでドレラってあってもう一つのデザインはここにドレラって書いててバックプリントがこれになってるやつが2着とかあと他にもあったんだけど T シャツはねその2着が今日発売されててそうちょうどねこれ、うん、そのね着て朝はその写真でもあったドレスコードっていうんですかねドレス着てたんですけど販売物販物販って言い方しないよねなんて言うんだろうね販売もちょっと自分の職業的な用語しか分かんないけど物販みたいな時はあのこれに着替えて今日はねずっとねあのね販売してましたよしあ15分経ったんかななんかさ15分のテロップ出ないねまだかまだ15分じゃないかそうこれかわいいこれかわいいねこれバックプリントなしですほらそう、これバックプリントなしで、なんかこれが、そう、痛い、ぶつけた、膝。これが、男性とかでも着やすいような、デザインにしてるって言ってたかな。そう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 。こう、あ、ここだ、このね、ここでめっちゃ角出てるからね、よく膝ぶつけるんですよね、私。あ、テロップ出たね。これが男性とかでもちょっと着やすい。ここにしかないからプリントがそうちょっと着やすいよっていうデザインになってますイエーよしじゃあちょっと15分経ったんでランキング読みたいと思いますいや本当に間に合ってよかったです危なかった間一髪マジで部屋まで走りました久しぶりに走った気がする運動会ですね
13位マーニャンさん、12位トールさん、11位メダル収集人さん、10位マサトさん、9位テンテンテンさん、8位テンポさん、7位ヒデツーさん、6位一押し ABS さん、5位もちのすけさん、あ、待ってランキング変わったんだけど、ちょっと待ってよ。13位ヒデツーさん、12位一押し ABS さん、11位テンテンテンさん、9位テンポさん、9位沢正さん、8位もちのすけさん、シンガポールなんちゃらかんちゃらだと思う。ちょっと読めない、なんで読めないんだろうこれ。7位秋彦さん、6位あつさん、シンガポール旅行で行った、おーいいね、あれはマリーナベイサンズ、今日ね近くまで行ったよね、めっちゃ綺麗だった。5位メトロポリスさん、4位近いシーさん、3位マーニャンさん、2位推しのゆうさん、そして今日の第1位はしんどさんです。今日はゆりなちゃん、んなんだろう、 Thank you みたいな感じかな。はい、そして推しのゆうさん、くまさんともありがとうございます。イエーイ。そしてしんどさんもくまさんともありがとうございます。イエーイ。はい、というわけで、ね、まあ私のねトレーラーのツイッターとかチェックしていただけたら今日の感じの載ってるので、ぜひよかったら皆さんチェックまだの人はしてください。というわけで、ちょっと今日はね本当に急ぎ足早口で、今日のせっかくイベントがあったので、イベントのことについてちょっとお話しさせていただきました、ね、ちょっと早口になってしまったんですけども、こんな感じで今日はとても楽しかったです。すごい同じなんだ、同じ事務所の今回のね、個展なんて販売、そのあれ出展してるね、ほのかさんともね、すごいこのシンガポールが初めましてだったんですけど、私すごい人見知りなんですけど、とってもほのかさんはすごくお話ししやすい方、2歳年上なんですけど、すごく年も近いっていうこともあって、すごくお話ししやすい方で、すごいいい方で、とてもなんか個人的にすごく大好き、個人的にすごく大好きあれなんですけど、個人的にすごく大好きで、とてもお話たくさんさせていただきました。イエーイ。なんかとても初めましてで、ここまで仲良くなれた人ってあんまりいないのですごく嬉しかったです。もっと仲良くなれたらいいなって思いました。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで、それではまた明日の朝のショールームでお会いしましょう。それじゃあ。